こんにちは、そっか塾の久保でございます。NFT で稼ぎたい方、ちょっとやってみましょう。私はもう始めました。今年の夏から NFT の事業に参加して、もう70万以上稼いでます。もう今月もね、もうそろそろ入金日ですけども、結構な額いくんじゃないですかね。何十万だかになるんじゃないですかね。えー、そしてですね、この NFT についてですけども、今回ね、ものすごく力強いパートナーを広島に呼ぶことができております。 お一人目 NHK でも特集されてインタビューにも答えていました NFT ナルト美術館の館長山口館長ですねまだお若い30前の方だと聞いてますけども30前後ですか莫大な富を築いてなぜか美術館の館長をやっているというねえそしてその美術館に NFT を日本で初採用したということでございますこんな日本で唯一随一の NFT 美術館の館長山口館長がね協力してくださるということで私心強いものを感じておりますそして次は古賀健二先生国連からでございます国連のまあアーティストですね国連が認定したという日本人初のアーティストシンボル・オブ・ピースというそういった作品が代表作ですけどもこれを引っ下げて広島に来てくださいます、まあ、この方の、ね NFT、の方 NFT 演も 非常に楽しみです国連から見るとどんなふうに見えるのかこの NTT 世界を巻き込むマーケットです日本だけのローカルなもんでありませんそしてねマイケル・ジャクソン財団との独占の契約もできてるそうなんですよでその会社の副社長かな幹部の方がいらっしゃって今回広島で講演してくださいますこのビッグ3をお招きして 13時から15時までの2時間を共に過ごしていこうと思います10月23日日曜日クリスタルプラザ平和大通り広島ですね平和大通り沿いにありますキラキラっとしたガラスのタワーです目立ちますんですぐわかると思いますよタクシーに乗ったらクリスタルプラザと言っていただければ OK です2階のエメラルドのまで私がお待ちしておりますんでよろしくお願いします それでは。